俳優の新井博文容疑者、40、が、自宅で女性に対して乱暴したとして、強制性交容疑で逮捕された問題。強制性交とはどのような罪なのか。都合性性交の要件は、13歳以上の人に対し、暴行または脅迫をして、猥褻な行為をした場合に、罪が成立する。有罪になると、6ヶ月以上10年以下の懲役に処される。13歳未満の人に対し、猥褻な行為をした場合は、脅迫や暴行の事実がなくても同様の罪となる。塚子には、強姦罪と呼称されていた。名称が変更されたのは、2017年7月、性犯罪の厳罰化や、被害者の告訴がなくても起訴できるようにすることなどを盛り込んだ改正刑法として、施行された、性犯罪に関する刑法の大幅な改正は、1907年、明治40年の制定以降初めてで、110年ぶり。具体的にどういう内容なのか、新旧を比較して内容を振り返る。被害対象が広がる。女性のみ男性も含める都合性性交等罪は、改正前の、強姦罪での姦淫以外の性行為も、罪が成立する要件に加わったもの。また、被害対象も変更された。従来の強姦罪は、被害者は女性のみ。このため、男性が無理やり性行為をされる、強姦のような被害にあっても、強姦罪は成立せず、適用するとしても刑の軽い強制わいせつ罪となっていた。法改正により、強制性交等罪として、女性だけでなく男性に対する性行為のほか、オーラルセックスも処罰の対象に変わった、ツバチの夫を厳しくし、最も短い刑の期間を3年から5年に引き上げた。強制性交等罪で有罪となった場合は、最低5年以上の懲役となり、強姦罪と比べてより厳しい刑罰を受けることになる。従来の強姦罪や強制わいせつ罪などの性犯罪は、被害者本人が加害者への処罰を求める告訴という手続きを取らなければ、起訴されることはなかった。起訴されなければ刑事裁判に進むことはない。都合の申告罪と呼ばれる規定が削除され、すべての性犯罪で告訴がなくても起訴できるようになった。この変更は、改正刑法が施行される前に起きた事件にも原則適用される。罪に問うかどうかを被害者が決める申告罪の仕組みは、精神的負担が大きく、性犯罪が潜在化する一因とも指摘されていた。廃止により、告訴せずに埋もれていた被害が、刑事裁判で裁かれるようになるようになった。一方で、事件を公にしたくないと被害者の感情やプライバシーの保護、裁判をする負担などの課題